すいません。えっ、ー、とね、じゃあね、コスモエッグいきます。宇宙の卵、コスモエッグ、えー、っていう展示です。これもですね、アーティゾン美術館なんですね。で、アーティゾン美術館でベジ、ベネチア・ビエンナーレのですね、えっ、ー、とき、なんていうのき、帰国、帰国展っていうのあのー、まあ、外線展みたいなやつですね。えー、をやって、やってるっていうことです。で、これもですね、すごくいい展示なんですね。で、あーと、こっちから見ましょうか。お、ほ、ほ。 ほうほうほうあれえー、っとね、これか。だから5回でやってんだな。えー、っとね、宇宙の玉がね。で、えー、っとこの、今回の、今回っていうか2019年のね、えー、去年のベネチア・ベエナーレは、4人のチーム、うん、5、五人か、のチームで出てるということですね。で、服部宏之さん。えー、っと、この人がキュレーターですかね。 でえー、アーティストで、えー、と下道さんです下道元幸さん、えー、それから安野太郎さんでこれ作曲家の方石倉敏明さん人類学者、えー、それから農作文乃さん建築家とこういうチームで出,る出たんですねでこれすごく珍しいことでえっ、ー、となんていうかなあの,あのねえっ、ー、と複数の人の展覧会というのはあったんですよこれまでも。 ただチームで一つの展覧会を作るっていうタイプの展覧会はこれまで多分ないんじゃないかな多分ないはずですでえー、っとということですねでその展覧会まあまあでベネチア・ベエナールのその展覧会の凱旋展ということであったわけですねでまあ入るとですねこれまあ,あのちょっとねプロ向けっぽいね展示にしたの僕失敗だと思うんだけどめっちゃプロ向けっぽいんだよね見た目が。であのこの トタン板みたいなさあトタン板な,なんていうのか合板っていうのかであの部屋が作られててねでえっ、ー、とねえっ、ー、とね,、えー、とね10分の9だから90%ね90%の大きさで、えー、とベネチア・ビエンナーレの、えー、日本館っていうのがあるんですけどねベネチア・ビエンナーレ日本館の建物をげ、えー、と原寸大よりのちょっとちっちゃいちょっとちっちゃいねもうほとんど原寸大ですよねねで えーっと、再現してるんですね。で、その空間がこの中にあるんですけどね、この壁の中にあるんだけど、僕ね、やっぱね、この見せ方だったらね、やっぱね、アーティゾン美術館だからねあの、いろんな人が来るじゃないですか、やっぱね、難しいですよ、これ、あの、うん、そうね、と思ったね。あの、めっちゃいい展示なのにもったいないなと思った、これは、僕。うん、だけど、いい展示なんですよ、本当にこれ、マジで。 はい、で、90%のサイズで再現してるのね。まあ、で、エコロジーの問題とかやってるんですけど、まあ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 、いいでしょう。で、これ、神話みたいなのが書いてるんですね。神話のいえ書いてるんですね。ちょっと説明かな。で、こういうふうになってるわけですね。で、これね、どうなってるかっていうとね、ね、真ん中にあの空気ありまん。あの、あ、真ん中に空気。<laughs> 空気って言ってもわかんないよね。ドーナツみたいなのあるんでしょ。黄色いやつ。で、あれの中に空気入ってるんですよね。シューッと言ってるのね。で、 このの上から吊るるされてるのがです、ね、あのリコーダーですすねリリココーーダダ結構でかいリコーダーであれ何なんていうかまああれまあでも元元あるリコーダーだろうねでそれにですねこの空気を送り込んでるわけですね空気を送り込んで、まあ、あの科学てあの機械で操作しながら音が鳴るっていうそういう装置なんですねでただこの僕細かくはね書いてなかったし分からないけどおそらく間違いない とと思うんんだけどあのこのこれ座るるができるんできすよ真ん中ねあの座れない感じがするけどあのだよこう中に入るとそれももったいないんだけどね展示としてでこれあの椅子ですから真ん中椅子ででここに座ってですねでこの映像を四方にあるんですね四方にこの映像を見るんですねっていう作品なんですよこれ座るとでこれが空気ですからこれ空気空,空気の圧力で膨らんでますから これがですね多分ですねこ,こことなんか連動してるんですよね。でそれによって音が変わるっていうインタラクティブな作品なんだと思います。おそらく、ね、わかんないけど、ね、多分多分そうだと思う。っていうことね。でじゃあ何を見るかっていうとこの映像ね。これは下道さんの作品ね。で下道さんの作品でこれが、えーとね、地震石みたいなやつで、えー、と沖縄に。 沖縄で津波石で,津波石で,でその津波によって陸に押し上げられた石っていうものがあってそれが結構たくさんあるらしいのね。ね。それを撮影してるっていうそういう作品なんですね。いろいろ見つけていってる。うん、これもすっごいいいですごくいいですよね。いつ打ち上げられたのかわかんないんだけどね。うん どこかから移動してめちゃくちゃでかい石ですよ。まあ、これちょっと、これですね。これで上にリコーダーがあるわけですね。で、まあ、あの、これは分かると思いますけど、見たら分かると思いますけど、機械でこう制御されてるわけですよね。これの、この、このなんか津波石なんかもう、ね、あの、木が生えてきちゃってね、古墳みたいな感じですよね。自然の古墳みたいな。うん、で、ああ、で、まあ,あ、あの、さっきの上のやつとは別に、 機械で制御されたあリコーダーが、まあ、こういうふうにあるってことですね。あ、で、これちょっとね、寄ってみるとわかるんですけどね。あ、わ寄って、これ、あ、寄ってもあんまりわかんないですね。ここ、ここですね。この白いのとか指になってるんですね。指の形になってるんですね。これはピッピッと動いてですね。で、えっ、ー、と、音が鳴る。まあ、あの、音階が鳴るわけですね。こういうふうになってるんですね。まあ、これもテキストですね。まあ、いろいろありますけどね。はいあ。神話的なテキストですね。 で、これ、津波石の、まあ、あの、下道さんですから、下道さんらしいですよね。えー、津波石がどこにあるんだ、みたいな、えー、ことをですね、えー、ポジションを書いたり、緯度、経度を書いたりですね、えー、まあ、いつ撮影したり、あ撮影したとか、そういうことをですね、まあ、あ記録に残して、えー、で、地図のにプロットしてるわけですね。えー、まあ、これ見たら分かりますかねこれ、どのぐらいの大きさで見てるみんな。えっ、ー、と、これちょっと寄ろうか。あ、ここ、あここなんか。 これ,こ,れえね、これやっぱこういう島 <laughs> こういう島にはなあのやっぱりこうぶあの固まってありますよねでやっぱりこのこっち側にこう寄ってるっていうのはねこれやっぱ太平洋からブワーっと来たんでしょうねブワーっと来てたあの津波がやっぱ多いんでしょうねこれねうんねそういうことがいろいろ分かりますよねうんねえ でえー、と展示としてはそういうことなんですけどねこれねあの日本館にベネチアビエナリに行かれたこと方は分かると思うんです日本館ってものすごく変な建物なんですよで。めちゃくちゃ使いづらいんですよね。めっちゃ使いいづらい建物で,で今回はですねそれがね素晴らしいあの建築家はやっぱ入れたっていうのは大正解ですね。 あの建築家やっぱこれからも入れた方がいいような気がする。あの建築ではあのベネチオベネナルで何度も賞、あの、金字師賞を取ってるわけだから、あの、これはね、あのー、これからは、あの、アーティスト、僕はね、グループで選ぶっていうのはね、そんなに、なんていうかな、僕、しなくていい,い,いような気がする。あのー、今後もね、今後も、あのやっぱ古典が見たいね。やっぱアーティスト、やっぱり、まあ、ベネチアはやっぱり、あのー、 個別の缶は個典で見せるっていうのが基本だと思いますので、えー、っとそれはあの古典がいいと思うんですね。なんだけど、建築家は入れた方がいいな。チームに。あの、それはちゃんと名前付きでね。入れた方がいいと思いました。というのが今回はですね。あの見事にあの日本館の大問題をですね。ええー。 えー、なんていうかな利点に回したっていうところなんですねどういうことかと言いますとですね日本館のですね一番の問題って穴開いてんですよ <laughs> 美術館ですよこのこ,ここね下、まあ、ピロティみたいなのがあるんだけどこ,こここのねど真ん中にねこう床にも穴が開いてるし上にも穴開いてんの上にもこれ僕もう本当にねまあねあのね それはあのそんなに悪く言うつもりもないんだけどさすがにね穴はきついよ穴は。<laughs> 穴はきついですよ。ねで昔絨毯敷いてあったんだけどねあれ誰かが絨毯剥がしたね誰だったかな誰かの時に絨毯剥がしたんですよね。で絨毯剥がしたらなんか大理石みたいなのが出てきて <laughs> こんなんぶつもんでんだみたいな感じでみんな驚いたっていうね有名な話があったりとかねまあいろんな面白い話はあるんですけど。 えまあジャポネーって書いてありますねで穴開いてるのにどうすんだっていう話になったわけですよでさっきねこれもう見た見たら見たらわかると思うんだけどね見てわかると思うんだけどねあのー、さっきあの空気あったでしょ空気真ん中のドーナッツであれは実はですね下とこう要するに穴を通じて下と通じてる通じてるわけですよでここの下にもこの空気を吹く下までこう空気を膨らませてるわけ。 こういううにね、でここで座れるようになってるんですよ。でねこれがねなぜいいアイデアかっていうとね「ベニチャベリンのある」ってね見るのめっちゃ疲れるんですよ。ずっと歩き続けるから無限もうね無限無限な感覚ですよ。無限に作品があるなっていう感覚なんですよ。<laughs> であのなので座る場所があるってめっちゃ重要なんですよ。 しかもそれがインタラクティブに作品の中に取り囲まれているのはやっぱり超重要なんですよね。で、そこをね、やっぱり、あの、さすがですね。建築家ってこういうところがすごいなと思いますけどね。あの、ナイスアイデーでもう取り込んでて、これはもう素晴らしいと思いますね。はいはい。はい。 まあそういうことですね。はい。で、コスモエッグっていうことで、まあまあ、こういう展示で。まあ、本当はね、僕ね、あと反対側から入っちゃってね、入り口間違えちゃって、僕、なんか、そう。えっ、ー、と、逆側から入っちゃったんだけどあの、こっち側から入るのが本当で、まあ、あの、これまでのベルチア・ビエナーレとかのね、展示されてた、えー、っと、ああ、選ばれたね、えー、人たちね、1952年から出てますね戦後直。戦争直後から出てるんですよね。これはすごいことなんですけどね、本当はね。はい。あの、日本からすぐ建てまして、えー、 あ,あ,日本あーと1年目は50人ではなかったんだったけど、ね、ごめんち,ょちょっとそこ曖昧になったなえー、っとねえた、ー、ぶそうだな、うん、日本からまだ立ってないよねでうんまあ途中で立ったんだと思うんだけどねはいまあそういうことですねまあまあまあ帰国点としてでこれがあのえー、っと何えー、っと津波石ねこれこの下のとこすごいですよね左下見てください左下 あ右下になるのかなみんなでは。左下だよね。左下ね。で、あのー、ヤギが乗ってたりしてね。いいよね。うん。これ映像、すごい映像ですよ。まあ、記録ですね、これはね。えー、っと、まあ、えー、どうやって作っていったかっていうプロセス。これはね、あの、鳥の、あ、そうだ、あのごめんなさいね。あの、あれ。 鳥のってっっこれも言うの忘れてたさっきのあのリコーダーのやつあれね鳥の,鳥のさえずりかなんか分析してるんですよねであれなんか科学的に分析できるんですよね鳥のさえずりってねあのコミュニケーションを取ってるっていうのがでその分析のあの表だと思いますこれだからこれ乱数表に見えるけど乱数じゃないはずなんですよねあこれこれこれさえずりの規則っていうのありますよねこれあだからこうやって規則性にこう のったなこういうふうにピッ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 とか。こういうこと何角形なのか分かんないけどちょっと気になるな。1234567だから12角形か、うん。だからコンポジション4コズモ X ってなってるわけですけど、うん、これがえっ、ー、と安野さんの、まあ、作品っていうことですね。音楽作曲っていうことです。作曲。 で、これが楽譜。ね。で、まあ、向こうにその楽譜の元があるっていう、こういう展示になってるわけですね。はいあで、これ、これもなんか、これはなんかね、テキストなんですよね。えっ、ー、と、創作神話か。創作神話ねを作って、で、それを、こう、壁に掘ってですね。で、えー、さらにそれをお、なんていうの、あの、魚卓みたいなさ、やつね。 何て言うんだっけタクに取るってことね。これ書いてあるか何タクって言うんだっけフロッタージュとしか書いてないな。まあいいや、フロッタージュ。ね。あのー、っていうことですね。はい。そういう作品。で、まあこれはなんかちょっと映像とかがあってっていう感じですね。で、さっきのところに戻ってきたと。 戻ってきたっていうか、まあ、ここその、まあだ、だから、プロセスとかを見て、ここの中に入るっていう展示になってるのね。なんだけど、僕、逆から入ってよかったな。僕、あの、初めから中に、あの、中を見たから、僕、これ、なんか、だからね、僕、ちょっとこれ、展示失敗してる気がしましたね。まあ、これ、言ってもしょうがないですけどね。言ってもしょうがないでだから、こういう時こういうね、やっぱ、あの、なんていうかな、その、 美術館での展示って美術館の展示のイメージに合わせた方がいいと思うんですよね。まあ、これも予算の問題かもしれないな、でも。うん、まあ、予算の問題の可能性あるけどね。あの、そうね。あの、でも、空間を作ってくれたことはすごく良かったです。僕行けなかったので、ベネチアペンになる。はい。あの、そ,それはすごく良かったですけどね。 でもあの、本当にいい展示でした。ですからあの、ベネチア・ビエナーレっていうものの、ね、見方がね、僕ね、ちょっと変わりましたね。あのー、あこういう、どうなるんだろうと思ってたんですよ。あのー、4人も選んじゃって、どうすんのって感じで思ってたんだけど、あのー、すごくいい展示にはなっていたと思いますね。だし、あのー、なんていうかな、えー、とこれ、海外っていうかな、あのに出すにものにもすごくいい展示だったとは思うんですよ。 えとエコロジーの問題とかもあるし津波の問題とかもあるしいろんなものを含んでるのですごくいい問題だあいい作品だと思うんですよあのただやっぱりねただやっぱりこの形で古典がいいと思う僕は、うんまあ、まあそう思ってますあのやっぱりあの古典であのコンセプトがバチーンと決まったあのも強いもの出さないとものすごい数を見る中で あのやっぱり作品を見せていかなきゃいけないのでいい作品なんですよ本当にいい作品だと思うよなんだけどやっぱりあのすごく繊細ですよねものすごく繊細なんだよねうんそこがねあの4人5人かまあキュレーター除くと4人で、まあ、キュレーター入れて5人 がやっぱりすごくこうバランスを取ったなっていう感じになったかな、うん、当然そだからいい展示になったんだけどでもそれが故に弱さもあったっていう感じなんだよねだからうんあのー、まあやっぱりベネチア・ベネアにならに出すのは難しいけどもでもとにかくいい展示だったっていうのはよく分かったので素晴らしかったですで本当はこういうふうに賞を取ってほしいよね日本館としてはね日本館としてあの賞を取ってほしいのは僕はこういう作品です ただすごく難しい。本当はだから僕はこれが賞を取るべきだと思う。こういう作品で日本館が賞を取ったら一番僕はいいと思うけど、でも難しいよ、ベネチア・ヴェーナーレでは。っていう感じ。うん。なんかね。うん、そうそうそう。だから、これからもね、ベネチア・ヴェナまあ、ベネチア・ヴェーナーレってまあ批判されて当然だし、いろいろまあ言われるんだけど、 あのすごい権力の象徴みたいなもんですからね、ずーっと批判されてきてるし、それは批判されるべきなんですなんですが、あの僕はいい天示だったなというふうに思いましたね。やっぱりね、生きるとか死ぬっていうことについてね考えなきゃいけないですよ、アートっていうものは。